巨大な吊り橋がまるで波打つように縦に大きく揺れています。中国広東省にある顧問大橋は、一昨日から上下に大きく揺れる波打つ現象が続いています。調査した専門家チームは、工事で道路脇に設置された防護壁に強風が当たり、異常な揺れが生じていると分析した上で、橋の安全性には問題ないとの見方を示しました。 一方、別の専門家は橋の寿命に影響を与える可能性が高く、今後は通行量を制限する必要があると指摘しています。揺れは3日経った今日も続き、橋は全面通行止めとなっています。